静かに。学園祭まであと2週間。お祭り気分になるのはわかるけど、それと授業とは別ですからね。それじゃ、ホームルームを始めます。キリュウ君、これから部活かしら。その理事長代理って呼び方どうにかならないかしら。これから理事長室で執務よ。まったく面倒ったらあるしな。まあ暇があったら顔でも出してよ。バンドのこととかいろいろ聞きたいし。
奏してよ。キリュウ、第三弦が伸びちゃってるよ。これじゃあ音合うわけないよ。このギターはリリスがそのうちお引っ越しするんだから大事にしてほしいの。そうだよ、契約はとても神聖なの。誓いを破ったらリリス死んじゃうんだから。ああ違うって。ギリュー、間違い多いよ。リリスが教えてあげる。調子悪い？演奏に全然力がないよ。リリス分かるもん、力ないもん。分かるの？本当に？大丈夫？リリスが直してあげようか。作曲のアイデアの枠、魔法を使うの。こうやってしてあげようと。キリュウ、リリスの魔法を信じてないの？痛い！ブーブー！いけないの？魔法便利だよ。それはキリュウが魔法の勉強してないからだよ。人間族だってすっごい魔法使える人もいるんだよ。ナナイちゃんを描いた人だって人間族だし。知らない？キルシロのナイちゃん、絵の中に住んでいる魔法生命なんだよ。そうそう、音楽の持つ力と魔法の力って似てるんだよ。実際に音楽を使った魔法って多いし、音楽を作る魔法だってあるんだよ。はあ、リリス、用事があるんだった。キリ
約束すっぽかさずに来てたな。えらいえらい。ごめん、ちょっと部活の方の用事が押しちゃってさ、遅くなっちゃった。さあ買い出しに行きましょうか。ないでしょ。そんなことどうでもいいでしょ。わけのわかんない詮索してる暇あるならさっさと行きましょう。お店閉まっちゃうよ。ちょっと桐生、この人出なし。